多くの生き物の命を育むアマモの生育場所を再生させようという取り組みが備前市の日生港で行われました。枯れたアマモから種を取り出します。より豊かな瀬戸内海をと、魚の住処や産卵場所などになるアマモの生育場所を増やそうという取り組みです。岡山コープや日生漁協が開いたもので、およそ50人が参加しました。結構大変だったんですけど、だんだんアマモの種がたくさん増えてきたので、やってよかったなと。参加者らはアマモの生育場所となる海の浅瀬まで船で移動し、自分たちで取り出した種を海に撒きました。楽しかった。生き物がいっぱい増えるのが楽しいですね。主催した団体は、今後もアマモの生育場所を再生する取り組みを続けるとしています。